衝撃、謎に包まれたファティマ第三の予言、その驚愕の真実は日本に降臨していた。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。ファティマの予言は、あまりにも有名すぎて、語り尽くされているのでよくご存知の方も多いのではないでしょうか。ただ、第三の予言については未だ謎のままです。今回からは2回にわたって、その予言で未だに明らかにされていないと言われている、ファティマ第三の予言についてご紹介します。ファティマの予言。1917年5月13日、ポルトガルのファティマという小さな村に住む、ルシア、10歳、フランシスコ、9歳、ヤシンタ、9歳、という3人の子供たちが、家の羊をこうバダイリアという窪地に連れて行きました。正午過ぎ頃、突然目がくらむほどのまばゆい光と共に聖母マリアが出現したと言います。呆然とする3人に、大事なことを伝えるので毎月13日の同じ時刻に会いに来るように、と告げたそうです。3人は誰にもそのことを言わないと約束したそうですが、一番幼いヤシンタが母親に話したことから噂が立ち、約束の翌月の13日の2度目の聖母マリア出現の際には、村人50人ほどが、その窪地に集まったと言います。3人はそこに来た人たちと一緒にロザリオの祈りを唱えると、光が近づいてきたと言います。そして、前回と同じく、貴婦人が小さなカシの木の上に現れたのです。ルシアが、私に何をお望みですか?と尋ねると、私はあなたたちが来月の13日にここに来るよう望みます。毎日ロザリオの祈りを唱えなさい。そして、字を読めるよう学びなさい。その他に何を望んでいるか、また後で申しましょう。村では、噂と批判が広がり、政府当局が介入してくるのではないかと危惧され始めました。その話が広まり、翌月の13日には大群衆が集まります。そして、この3度目に出現した際に、重要な予言が告げられたのです。それは、時期が来るまでは決して口外してはいけない、というものでした。これが有名な、ファティマの予言、なのです。その内容は、第1の予言、今の悲惨な状態はもうすぐ終わる。しかし、このまま行くと次の法王の時に再び不幸が起こる。この翌年の1918年11月11日、第一次世界大戦は終結します。第2の予言、次の不幸の直前に神の警告として夜間に不思議な光が現れる。1938年1月26日に約2時間にわたり西ヨーロッパ全域で、通常北極圏でしか観測されないオーロラが観測されています。その翌年に第二次世界大戦が勃発するのです。そして問題の3つ目の予言。聖母マリアはルシアに対し、第三の予言だけは決して他言せず、1960年に公表するように、と言明しました。その後も聖母マリアは数回にわたって出現し、集まる人数も回を増すごとに増えていきました。この一連の出来事は後にローマ教皇庁によって正式に公認されています。ファティマ第三の予言は1960年に公開されるはずでしたが、その年を過ぎても政府によって隠されたままでした。なぜなら、その予言を知った当時のローマ法王パウロ6世が、その衝撃の内容に卒倒し、この予言は決して世に出してはいけない。私の墓場まで持っていく。と予言を再度封印してしまったからだと言われています。そして、予言は封印されたままとなり、40年の時を経て西暦2000年にやっと第三の予言が公開されましたが、その内容は、一軍の兵士たちによって、白衣の司教ら大勢の高位聖職者たちが射殺されるであろう、というものでした。前の2つの予言と比べると、卒倒するほどの衝撃の内容と言えるでしょうか。これを聞いた。当時まだ存命だったルシアは、バチカンは嘘をついている、と否定し、司法省へ提訴しています。しかしルシアは、2005年2月13日に死去、そして予言も隠されたままとなってしまいました。ただ、ルシアは生前、
第三の予言の秘密について語っていたといいます。その内容は、第三の予言はあまりにも恐ろしいことなので隠されています。歴代の法王、バチカンの関係者、そして闇の存在たちは見ていると思います。それは闇の勢力が拡大し、様々な災害や戦争を起こし、世界中を怯えさせるのです。彼ら闇の勢力は宇宙人とも連携を取り、世界を征服しようと思っているのです。そのやり方は、金と権力を使い、すべてをコントロールします。インフルエンザのようなウイルスも彼らの仕業です。そしてその中枢部にいるものは宇宙人です。ほとんどの人は彼らに騙されています。それは巧妙な手口で分からずに行われているからです。様々な自然災害に見せかけた地震や津波、洪水など天変地異が起きます。大勢の人々が亡くなるでしょう。わけのわからない疫病、細菌によっても大勢の人が亡くなります。世界は混沌とした状態に入っていきます。戦争も起こるでしょう。しかし最終的には闇の勢力は人間と宇宙の良い存在によって滅ぼされることになるでしょう。人の意識が高まることで、愛と団結の力が生まれ、宇宙のサポートしてくれる存在と波長が合ってきます。そして長い間人を脅かしていた闇の勢力は滅ぼされるでしょう。希望はありますというものだったと言います。そしてファティマに降り立った聖母マリアは、数十年の時を経てここ日本に再臨することになるのです。いかがでしょうか。第三の予言は未だ謎のままで、ルシアの語っていたとされる内容にもこれといった確証がないのが事実です。それを知ってのことなのか、聖母マリアは日本に再臨し、同じようにお告げを告げたと言います。次回はその内容についてご紹介しますのでお楽しみに。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。